ビィルヘルム・ベーヤ・ウィルヘルム・ボルフ・ベーヤは、ドイツのベルリン出身の銀行家、アマチュア天文学者。作曲家、ジャコモ・マイア・ベーヤの弟、ユダヤ系。ベーヤの主たる業績である、天文学は、最初は、趣味として始められたものであった。ベーヤは、ベルリンのティーアガルテンに、9.5センチメートル屈折望遠鏡を、備えた施設の天文台を建設した。ベーヤは、 ヨハン・ハイン・リッヒ・メドラーと共に、1834年から1836年にかけて世界最初の精密な月面図を作成し、1837年には月に関する論文でアモーントを刊行した。これらの著作は月に関する最も詳細な文献として評価を受け、数十年以上にわたって多くの研究者から参照された。1830年。 ベーとメドラーは世界最初の火星儀を製作した。1835年には土星の衛星の軌道を計算し、1839年には火星の地図を製作し、火星の自転周期を24時間37分22秒7と計算した。この数値は実際の火星の自転周期とわずか0.1秒しか違わず、非常に精度の高いものであった。ベーは 様々な分野で才能を発揮した。趣味の天文学に加え、プロイセン王国での鉄道システムの構築にも協力した。1840年からは作家、政治家としても活躍し、1849年にはプロイセン王国の最初の議会議員に選出された。ベイヤの名前は、稼ぎを制作した際に、 ベイヤのスポンサーによって火星にあるクレーターに付けられた。また1896年には、ベイヤの功績を称えて、月のクレーターにもその名が付けられた。小惑星ベイヤにも命名されている。ビアイコール1 9 3 8 9 9イコール 1949TP イコール1 9 7 1 u c e g MPC 2021年9月3日閲覧。ありがとうございます。